ここでプリンスニュース。はい、皆さん覚えていらっしゃいましたか？今ご覧になった映像は昨年2019年10月にたくさんの人に愛され惜しまれつつ26年間の歴史に幕を下ろし閉館しました北海道倶知安町にある愛の貧乏脱出大作戦の出演店でありましたペンション日の当たる場所の夫婦が同じく北海道恵庭市に新天地となるカフェを新たに建設し今年2020年の春にオープンする予定で進めてきましたが新型コロナウイルスの影響により延期されそしてそれを乗り越えてこの度先日7月の1日恵庭市に新天地となりますカフェ日の当たる場所という名の自宅兼カフェをついにオープンしました。北海道といえば昨年の10月のペンション日の当たる場所の閉館そして12月には函館のみなみちゃんが休業そして今年に入り新型コロナウイルスと暗い話ばかりでしたがこうして新たな門出を切ったカフェ日の当たる場所のオープンという嬉しいニュースが飛び込んでまいりました。正直番組視聴者である私はペンション日の当たる場所という番組出演店が一つなくなってしまった悲しさと寂しさがあります。でも今は新たな2人の旅立ちと新たな挑戦が始まったわけですからこの夫婦の将来のためにこれからはペンション日の当たる場所ではなくて新たに始まったカフェ日の当たる場所を応援し続けます。そして北海道へ行ったらば必ず立ち寄りまたこの YouTube チャンネルを通じて新天地であるカフェ日の当たる場所を応援し皆様にペンション日の当たる場所を閉鎖後のカフェ日の当たる場所としての現状をお届けします。どうか北海道民の方そして北海道へ行かれた際には恵庭市にあるカフェ日の当たる場所へお越しください。お待ちしております。そしてカフェ日の当たる場所のジンさんアコメちゃん新天地カフェ日の当たる場所のオープンおめでとうございます。愛の貧乏脱出大作戦の番組で新山さんここでこうやってダンベル持ちながらこうやってショルダープレスのダンベルのトレーニングでしたね。お店の仕込みの時間だというのにお店の仕込みをやらないでここでこうやってダンベルのショルダープレスをこうやってやってましたよね。ダンベル持ってねこれ店のすぐ裏です。今日はもう僕ここの新山のちゃんこやね常連客だったから情報はいっぱいあるからだからいちいち近所からの聞き取り調査っていうのはする必要がないので僕の知識をみんなに全部伝えます。だからぜひ楽しみにしてね。ぜひ伝えてあげるからね。こんにちは、プロレス王子の光本です。前回に引き続きね今回も愛知県ねこの愛知県のね
刈谷市からみんなにお伝えしていきます。今日はあの愛の貧乏脱出大作戦でテレビ放送された愛知県刈谷市、こちらの方にありますちゃんこ新山というお店ね、もともとかっちゃんだったところからね、番組でリニューアルオープンし、新山というね、元プロレスラーの新山さんという方がやっていたねちゃんこ屋さんです。ここはね、名古屋にプロレス観戦しに来た時とか、名古屋に来た時に晩ご飯は必ずこの新山でお食事をとっていたというぐらい、僕はこの今は亡き2010年に閉店された新山の常連客でありました。僕は愛知県在住か、いや違います、東京なんですよ。でもあの愛の貧乏脱出大作戦を見たのをきっかけに、名古屋に来たら必ずこのプロレスファンの僕が、元プロレスラーの方がやっていた、元ではない現役プロレスラーの方がやっていた新山さんという方がやっていたね新山というちゃんこ屋に必ず来て、晩ご飯を食べていました。今日はその時の模様を懐かしげに皆さんにお届けしていこうと思っております。このね新山というねちゃんこ屋さん、新山さんという方が番組で大阪の方に修行に行きましたね。そして大阪の方に修行に行って合格をもらってね、あの達人の涙の合格ね、最後のね、涙の合格、そしてここでね新山で再オープンしたということでね、このね新山さん、僕はねその必ず2004年ぐらいからかな、2004年から2007年までね名古屋によく来ていた、あの3年間必ずここに来てここで食べていました。一人で来た時は、キムチちゃんこでした。で誰かと来た時は出世ちゃんこを食べてました。特にね出世ちゃんこはあの番組で習ったということで、その一緒に来た人にはね、まず番組で習って合格をした、思い出のあの味をね一人でも多くの方に知ってもらいたいということでね、僕は一緒に来た人たちとみんなで来た時は出世ちゃんこ、一人で来た時はキムチちゃんこ食べてましたけど、僕はとても美味しかったです。そして一緒にね連れてきた方にもね、ここの味をね聞いてみたらね、ここのちゃんこはうまいねって名古屋在住の人にね聞いたらね、私今まで名古屋で食べた食事の中でここのちゃんこ一番美味しかったよって言ってもらえてね、すっごく嬉しかったんですよ。そのぐらい僕もねこのちゃんこ新山を愛してました。そして、僕ミーハナプロレスのおかげだったので、大阪へ修行に行った時はこちらのね新山のねあの新山さん、店主さんからね達人のお店を教えてもらって達人のお店に行くことになりました。で、ここから先はちょっとあのテレビのカメラでは回ってない部分でいろいろね達人から聞いた話を皆さんにお届けします。正直新山さんから見たらこんなこと話されたらって思ったりする部分もあるかもしれません。でもここはね視聴者のためにあえて僕は明かすことにします。そしてね、まずね僕大阪に行っていた時に必ず大阪のビッグマッチ東京から見に行った時は必ずそのね大阪の達人のちゃんこ屋へ寄っていました。ほんで達人はここの新山の方にはね何度か番組放送後もねチェックできたらしいです。あのテレビカメラとか関係なくね、達人がその後のねことでねちょっと心配だったから2度ぐらい来たっつってたかな。そんでねちょっと面白話ね、達人が言ってた面白話を言います。まずこちらのお店に達人が大阪から来ました。奥さんと2人で来たんですって。で三河安城っていう新幹線が止まるね、小玉しか止まらない三河安城っていうね駅があります。そこの駅の目の前のホテルにどうやら泊まったらしいんですね。でじゃあ今から新山さんにね、今からお前のお店に行くから奥さんと2人で待ってろよっていう風に言ったんですって。そしたらどうやらここのお店に達人が着いたら奥さんと2人で店に待ってるよって言ったのに、新山さんしかいなかったって、新山さんしかいなかったので、いなかったと言って、で奥さんが突然降りてきたっていう話を聞いたんですよ。これごめんなさいねエピソードなんですけどね、僕が聞いたね僕の知ってる限りのことをちょっとお伝えするんでエピソードなんですけどね、で奥さんが突然降りてきた、上から降りてきたんだ、当時新山さんここの2階に住んでたみたいなんでね奥さんと、でそれをじゃあ達人のお店でそれを聞いたんで名古屋に来た時に新山さんにそんな話をしたら、奥さんはいや違うって、私とあの主人はお店で達人が来るのを2人で待ってたよって言ってたんで、そんなことを言っていた。
で帰りに奥さんが、はい、あのホテルまで乗せてったんですって。そしたら達人の話だったね。達人はあいつ新山の奥さんよ、俺たちをよ乗せていくときによ、ホテルまで乗せていくときよ、帰りよ車の中で鼻歌歌いながらなんか運転して乗せてったぞって言ったんですよ。そうなのかなって思ったから、僕はその時にじゃあ名古屋に来た時に新山さんの店にもう一回来て奥さんに聞いたら、私は鼻歌なんて歌ってない、しかも普段から鼻歌なんて歌わないのにねっていう風に言ってたんですよ。ちょっとまあね、気分は悪そうでした正直で。ね、その後達人がまた別の時にもう一回来た時にはね、来た時があったんですって。でその時のね、帰りにこれを言っていいかどうかわかんないんだけど、なんと新山さん達人をホテルの前から、はい、達人をね、あ、ホテルの店の店からホテルまで、車で送る際にどうやら ここの駐車場から車を発進させた際に、そちらのガードレールに車をぶつけたっていう話を聞いたんですよ。新山さんにお店にね、名古屋のお店に来て新山さんに確認したら、それは本当だったって言ってましたね。でも、まあね、正直あんまりこういうことはね、新山さんは言ってほしくなかったと思うんで、あんまりまあ気分は良さそうではなかったです。まあ正直、まあ達人をね横に乗せるってことでちょっとまあ緊張してて多分真っ白になってしまったんじゃないかなって僕は思います。だからその辺は悪気はねないと思うんで、どうか新山さんのことは責めないでもらいたいなって思います。ここから先なんですけども、愛の貧乏脱出大作戦の非応援ページ、僕はご覧になりました。そのね、僕が知ってる限りで言います、非応援ページのことでまず聞こうと思っておりますが、こちらの現状閉店って書いてある場所ありますよね。こちらは閉店時期は2009年頃ではないかと思われるって書いてあるんですよ。これ正しいか間違ってるか、間違ってます。なので閉店した時期はいつか、正確に言います、2010年の6月です。さあそして皆さん、最後になりますが、ちゃんこ新山さん、その後どうなってるか気になりますよね。私ね、あれからプロレスラーになったわけですよ。当然ながらプロレスのことで分かんないことあったら、まあ時々まあメールなどで新山さんとはちょっと相談をしてやりくりしておりました。なのでしたがってね、あの番組出演店である新山が閉店してからもう10年経つじゃないですか。その10年後の今も時々連絡を取り合っております。そのためね、番組視聴者ね、視聴者のためにもね、新山さんに一つお願いしたことがあります。それは愛の貧乏脱出大作戦の出演者としてね、新山のね閉店後からね10年が経ちます。なのでその後をどうなってるか気になってる視聴者が多くいらっしゃいますので、その多くいらっしゃる視聴者のためにどうか私の YouTube の前に一回登場してもらい、どうかその後の現状を視聴者にお伝えするという協力をしていただけないでしょうかという YouTube にオファーをしたのです。そのオファーをしたその結果はどうだったか、お返事が返ってきました。ああ、残念でした。まあ、仕切り直して次回の新山後編をぜひ楽しんでほしいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。そして次回は新山さんはね、こちらの新山のご主人は北海道出身です。苫小牧の出身の方で、で奥さんの地元がこちらの、愛知県の刈谷なんですよ。その時もお店奥さんと2人でやっていたんで、お店を休めないってことで